はいえー、それではの時間になりましたので、えー、とトークを始めます。えー、とあ今回はですね、あの日本シネマナウの、えー、とトークイベントですね、私たちの、えー、映画の作り方に、えー、ご来場いただきましてありがとうございました。えー、とあの今回は、ね、日本本で7、ね、の作品を えとまあ、新作としてはの上映するんですが、まあ、そのうちあの5名の,あの監督に今日本日あの来ていただきましたあの今年の日本シネマなどはです、ねまあ、いろんな映画とりますあいわゆる著名な俳優を使った少量映画といいますかそういう作品もあり、えー、本当にあのインディペンデントに作られた作品もあり であとドキュメンタリーがあったりととかですねあ,とまあ40分ぐらいのこういわゆるこう中編映画という形態のものだったりさまざまなあの作品があの、えーまあ、あの含まれているんですが、まあ、その,あの監督たちに来て、えー、いただきまして、えーとまあ、制作の経緯とかですね、まあ、制作で困難だったこととか、まあ、うまくいったこととかあのそういったあの、まあ、内容についてももちろんお話しいただく可能性もありますがあのその制作の経緯からこう話していただきたいなというふうふに思っております。 えっと、それでは、皆さん拍手でお迎えください。えっ、ー、と、まずですね、この左手に共通の井口奈美監督、どうぞこちらお越しください。<laughs> はい、えっ、ー、と、そして、あの九十九番セット、いつも曇りの、えー、三五美緑監督、どうぞ。<laughs> えっと、それはこれ、ドキュメンタリーですから、小学校を作られました、山崎山監督、どうぞ。 えー、そしてあの家族という作品を作りました澤宏さんです、どうぞ <laughs>、えー、そして、いちこの監督の、えー、戸田晃さん、どうぞ <laughs> はいえっ、ー、と本日はあ私、東京国際映画祭プログラミングディレクターの市山翔道と申します <laughs>、えー、通訳は海老名さんと池田さんに、えー、お願いしたいと思います大丈夫ですね、同通、ね、でお願いいたします。はい はい、えー、それではですね。えっと皆様からまあ、まあ、自己紹介と言いますか。まあのとあの,とあのご挨拶をそれぞれいただきたいと思いますが、まずは井口監督からどうぞ。はい、えっと今回の映画祭で、えー、左手に気をつけろという45分のあの短い、えー、完全自主映画の映画を出品させていただきました。井口です。よろしくお願いします。 それは三好美さん,さん、はい。こんにちは。99%いつも曇りを監督しまして、さらにあの主演で自分も出てしまっているという私、なんですかあ。監督主演の三好美緑です。どうぞよろしくお願いいたします。<laughs> はい。それでは山口さん。はい。あのドキュメンタリーですね。あのこういうのやりたいと思ってから今年で9年に。 なったタイミングでやっとこの映画祭でワールドプレミアができました。えっと小学校それは小さな社会。The Making of a Japanese という映画の監督の山崎山です。よろしくお願いします。はいそれでは澤監督どうぞ。映画家族の監督をしました澤と申します。よろしくお願いいたします。はいえっ、ー、とそれは戸田監督どうぞ。 はいえっ、ー、と劇団もやってるんですがその劇団で、えー、書いたオリジナルの劇曲を映画化した一子という映画の監督の戸田ですよろしくお願いします。そうですねじゃますえっとまあ、えーとまあ、あの最初の私の方からこうなんかいろんなあのそれぞれの監督にですねあの今申し上げたようなこう話を伺っていきまして、えー、その後あの場、えー、内にいらっしゃる皆さんからの Q&A も 一、えっと、人ずつ伺ってみましまず井口監督から井口さんはですね、えっとあのまあ、もう何年前かなり前ですか犬猫という、はい、あの作品が PFF でグランプリを受賞してそしてそれをまた PFF のスカラシップで、まあ、リメイクというかスカラシップではないんですけど。<え>あの 東京テアみたいなやつそれで同じストーリーを俳優を、えー、<せ>使ってこうリメイクしたという、はいまあ、犬猫という作品が、まあ、かなり、まあ、あの当時って <laughs> 1516年も前ですね。 話題になりましてであの、まあ、それからもちろん「人のセックスを笑う」とか西野幸彦のアイ「愛」キャリアに,にしてはすごく本数が少なくてみんないつ審査が出るのかと思っているとなかなかあの、えー、と撮っていなくてそしてあの、まあ、突然、今年も知ったのはこの、えーと「左手に気をつけるという映画をあの撮っていたと。 でしかもそれがあのいわゆるこうあの、まあ、60分以上あるようなです、ね、長編ではなくてなんか45分という、まあ、短編というよりも中編といった方がいいんでしょうかそういう長さのものであったということで,あのでもちろんあの見させていただいて素晴らしいのであの上映することに決めたんですがあのそどういう経緯であのこの作品をこう作ったのかというところでは今回の,あのシンポジウムはあのどうやって映画を作るかみたいなの。<っ>の っていうお話をさっき聞いたんですけど、はい、ちょっと私が今回の作り方は<っ>あの全然再現性がない感じのあまり参考にならならい <laughs> そうですねえっえっとまずあの小説家の,あの金井美恵子さんっていう方とそのお姉様のアーティストの金井久美子さんっていう方がいて、はい、で久美子さんの,あのパトロン っていうか何ていうんですかね。まああのいろいろこう <laughs> 収集されている作品を収集されている方がいて、でえっ、ー、とその人に出資をしていただいて、はい、映画を撮ったらいいじゃないですかみたいな企画が来たっていうことです。それはあれです。やはりあの伊武さんがあまりにも新作を取らないんで。 みんな心配してということだったんでしょうかそうですね金井さんたちは全くそういう感じで映画撮ったらいいじゃないみたいな感じで連絡が来てコロナだったのでちょっと2年ぐらい空いてそろそろコロナが明けそうな去年とかにまた連絡が来て私たちは本気よみたいな映画撮るのよって言われてすぐ。 枠を立てて、ええ、はい。でその前にあの子供の映画をえっ、ー、と撮ってあでもそうですあの商業ベースでは撮ってなかったんですけど、ええ、実はあのえっ、ー、と子供が映画を作るときっていうあのあ,ありましたねはい、はい、あのあのこの,の,のワークショップをやっている子供たちをこう撮ったドキュメンタリーと、はいうか映画教室っていうののドキュメンタリーを撮って、ええ、でそれを見た金井さんたちがあそうですか。 あの、子供が暴れる映画を撮ったらいいじゃないとか、いう。いうのがあったので、まあ、子供が暴れる。設定で、ええええ、脚本を考えるっていう。ああ、そうなんですか。じゃ、もう、これは、まあ、まあ、その、資金的には、もう、何も、あの、考えずにというか、すべて、その、金井。さんたちが、こう、なんか、セッティングしてくれたと、で、その中でも、撮ればいいと。いうことで、あの、取れたということですかね。ええ、まあ、な、なんか、金井さんたちも、あの、映画を作られたことないので。ええええええっと。 あのまあ、出資者はいるし、ええ、えやったらいいじゃないって言われて、はい、であと、子どもが暴れるっていうのと、ええええ、あと長編じゃない方がいいって言われるのがあったので<ー>それでほんの中途半端な長さになっちゃったんですけどああそのあのがあったので、えー、っとそれだけを考えて、まあ、子どもをどうやって暴れさせようかなっていう。はいはいはい 長編じゃない方がいいというのはどういうい理由だったんですか子ね、そのドキュメンタリーの前にこれも自主映画で本当に自主映画で松陰神社というところがあるんですけどそこの,あのカフェのたびらっというカフェの文化祭用に、えええっと、短編を作ろうみたいな企画があってあそ,それの最後の。 ところであのやっぱり子供がちょっと暴れてるんですけどそれも金井さんたちが気に入ってらっしゃってそ,それで子供があのが2連発で子供何故か子供だったので今回も子供でみたいなあ2つ合わせるとなんか1つのプログラムになるとかそんななつもりはなかった3年ぐらい経ってたんで、ね、あ,あんまり関それ関係なかったですね。はい まあでも確かに出資者という、まあえっとまあのは映画業界とは特に関係のない方々だったということですね、はい、まあこれ、ね、映画業界だと多分あの長編じゃないとお客さん、公開できないので,で、ね、1>, 1時間半ぐらいにしてくれとかなるところだけど、はい、まあそうでない方々だったので,そ,でそこにも全然こだわりがなかったということなんですね。はい、はい、分かりましたありがとうございま えっとではサンゴミさののンゴミさんはですね一応紹介しますと2年前のえっと東京国際映画祭で始まったあのアマゾンプライムテイクワン賞というですねえっとアマゾンとあの東京国際で始めた短編映画の,あのコンペティションがありましてでそこにえっと短編をですねあのえっと出されましてあれは確か映画美学校の,の,あの修了制作ということで作られたものですね,でね。はい それを出されれてそれが審査員特別賞という、ああ本来はこれあのグランプリ1本だけという、ですねあのアマゾンプライム賞でグランプリ1本だけであのというあの規約だったんですけど、審査員の中で,ですね非常に評価が高くて、要するにどっちをグランプリにするかぐらいの最後までこう争ったということもあって、急遽なんか、規約になかったので、審査員特別賞という賞を出しましょうということで、その賞を受賞されたと。 いうことが、えー、がまあ2年前にあってでそれからこの99%のいつもこれを取られたということなんですが、はい、それあのえまあただこれはのあのあのアマゾンとはまあ関係なく自分でご自分でなんか取られたということですよねそうですね、えー、あのこの間あの一回上映があって Q&A の時も,市山,も、はい、市山さんにもちょっとお話ししましたけれどもそ,、ねえー、そのアマゾンえっと、もともとない賞だったのでいただけるだけで大変ありがたかったんですけれどもこうクロージングパーティーが パーティーなくてセレモニーですか、ええ、終わってあれは東方のし下の劇場だったと思いますよあ。あの十二番ですね。で,ねで,ねでそこからこう階段に上がっていったときに、ええ、グランプリのキムさんにアマゾンの人たちがシュッて寄ってきて、ええ、あのこれからえっ、ー、と映画のその。<laughs> はい 取る機会、あの、複勝ので、また連絡を取らせていただきますからって,言って、キモさんにすごく話しかけているの。横目で見て、あの、私にはないんですかって言ったら、アマゾンの人、あ、ありますよって言ってくれたんですね。これ確実に私はもうそういう記憶があるんですよ。言ってくれたんですよ。で、えっ、ー、と、東京国際の人にも、あの、私には、もらえるっていう話だったんですが。 えと連絡がいつ来るんですか、えー、いや副賞ないはずですよって言って、えー、でもちょっと確認しますでそしたらその時にメールであっ順番であのお話が行くようなのでお待ちくださいっていう流れがあったんです、えー、でその証拠のメールを探そうとしてもないのでどこ行っちゃったんだろうと思うんですけれども、えー、でずっと何,何ヶ月も待っていてでいよいよその翌年のだから昨年のものですよね、はい、えと映画祭があってでその時にえっ、ー、と 1>, 1回目のテイクワン賞で受賞したものに関して YouTube、えー、東京国際アマゾンの公式の YouTube に作品を上げていくという話があってあの担当の田中さんからご連絡いただいたときに実はそういうあの副賞私もあるという話を聞いていたんですがちょっと確認してみるねと確認してもらったらやっぱりないみたいだよ <laughs> あ,あそうだった。 ことになっっててがっかりしてそこからこのままでは私のこ,うですかねまあこれがない状態で何も動けない状態になってしまうと思ってどうしようと思ってたら映画祭のあそかちょっと順番あれですね田中さんに連絡するのはそのあだったからあ,のあれですけどもえとそうお金がもらえないかもしれないという噂が入ってきてたんですよね。でそれで、えー そしたら今度はお金をもらえるかもよという文化庁の支援金の AFF2 というものがアート・フォー・ザ・フューチャーというのが去年の頭から走り始めているというのが耳に入ってきましてで全く経理のこととかも全く分からない状態なんですけれどもこれはチャンスここでもらわなかったら自分で貯金したお金で作るしかなくなってしまうというところで一生懸命 YouTube 見ながら経理の あの書類の出し方とか勉強して出してそれでえやっともらえることになったと、ええ、でその後に田中さんと連絡があのとやり取りすることになってもらえるって話だったんですがあれ本当はいつかもらえるんですかねみたいにして言ったらやっぱりもらえなかったっていうことがあったのでじゃあ動いててよかったとというところで何もかも自分でやっているわけなんですがああ。そううでですすかといののははねこれはあの えっと、まあ、今年も規約に書いてあるんですけど、あのグランプリを取った人は、新作の企画をアマゾンに、まあ、提,提案する権利があると、まあ、あの必ず作るかどうかという保証はないんですけど、まあ、企画を提案する権利があるというふうに書いてあって、まあ、これがね、すごくいい話で、なかなか普通にインディペンデントの監督がアマゾンに企画を提案しようと思っても、やっぱりどこに出したらいいんだろうみたいなところがです、ねまあ、そこがもう出せますというのがすごくある。 あの素晴らしい副賞ではあるんですがそれがあれですねあのグランプリの監督にはあるけど審査員特別賞にはなかったということが後で。<laughs> そうなんすうなんです、ね、なのですのたししましたね、えー、もらえないっていう話があって、えー、あのもうすごいぬか喜びだったんですよね、えー、結局ねあのいけるかもしれないええー、1>, 1億円ぐらいの規模の作品作れるのかもしれない、えー、<laughs> こんな無名な監督がみたいなチャンスって思ったんですがそんな甘い話はどこにも転がってなかったっていう話ですね。えーえー、であのアート・オート・フューチャーはあのこれはもうちょっと残念に今年なくなったんですがあのコロナの時にですねあのアーティストをあのサポートするということで急遽作られた。 回目でした1位はあのちょっと,い,えといくらだったのか存じ上げないんですけども大体、ええ、皆さん中編とかちっちゃいの作ってたと思うんですね,ですね、ええ、2>, 2の方が少し予算も上がったんじゃないですかねで,かでその代わりちゃんと劇場で上映するということが条件に入っていたう、ね、そう,ですかそ,うそれがあのまあだからあのコロナが明けてしまったのであの今年はもうないんですがあの去年おととしとそういう助成金があってこれはあのあの えっと、予算の大きな映画でなくてもです、ね、応募できるという意味では非常にあのいろんな監督たちがまあそれでこう助かったということが、まあ、あ,のありましたけどでもそれが通ったんであとった後で取ったわけですねそうですねねそう通るか通らないかもわからないぐらいの,あの同じ同時にも企画を<っ>動かして本当によくあの、まあ、そんな。 結果が出てないのに、ええ、キャスティングとかあの全部スケジュールとかも抑えてたなと思うんですけどすす、ええ、もしこれがお金が出なかったら飛ぶかもしれないですけど、ええ、大丈夫ですかっていう感じで、ええ、そのなので結果が出るであろう夏以降に取ろうと思って一応、秋ぐらいにスケジュール皆さんの押さえました基本的にはその助成金でほぼ取ったということなんですかそ,<う>それなんかそれ以外のお金はもう自費でということ、まあ、ですね。<laughs> もう完全自主映画であると,っとも完全それではあの山崎監督にもお聞きします、はい、えとこれはコロナ禍の中での小学校をずっとこうなんか,かなりの長い期間を追ったドキュメンタリーなんですけどこれはもともとどのような経緯で始まって、まあ、いわゆる出資というファイナンスという点ではどのような形でこう出来上がってきたものなんでしょうか。 もともと私が大阪の公立の小学校を卒業して、はい、そこからだんだん父はイギリス人なんですが、まあ、<っ>アメリカンスクールに行ったりいずれニューヨークに映画の勉強しに行って、はい、ど,ど,どんどんアメリカンになっていく中で<っ>自分の人生を振り返った時に日本の小学校で学んだことが<っ>まあ自分の日本人としての基盤でありなんかまあ海外に行っていた時に自分の強さにもなったっあの普通に仕事してるだけで。 よく働いてるねとか時間通りに来るねとかなんか責任があるねとか,なんか普通日本だったら普通ですけどみたいなことも含めて日本の小学校を見れば日本の社会のことそして今後のことも考えてるんじゃないかと思ってやりたいと思い始めたのが2014年ですね。そこからまあ 5年ぐらいはまあまあこのこれ長編3本目なんですがあと先に2本作れるぐらい <laughs> あのなかなか絶対無理だよと公立の小学校丸々あるクラスとかある先生とかに限定せず1つの小学校すべてを1年間制限なく取りたいという要望をまあもう絶対無理だよと言われ続けて結局まあまあオリンピックである年に。 アメリカのホストタウンとしてこう世田谷区があるという情報を知ってな何となくもしかしたらいろんなまあ日本の世田谷の小学校を世界にという体でお話をすれば興味持ってくれる方々がいるんじゃないかと思いまあいずれその教育委員会の皆さんやそういう方々の力を借りて世田谷区の協力を得た後にその中でまた何校も見て。 ある小学校まあそこの校長先生とあの理解していただいてっていうでやろうとおと思った1か月前にコロナになりまた1年だから一旦全部なしになってまあコロナ中にとるかまあ一旦もう5年後とか10年後に改めるか悩んだ中ででも意外と自分が取りたいテーマっていうのはコロナ禍 だからこそこうまあ日本だけじゃなく世界各国の文化というか <laughs> 社会の在り方が浮き彫りになったタイミングでコロナという背景もありながらもともと撮りたかったものが撮れると思って1年間撮りましたああで 1>, で1年間まあできればほぼ毎日通いたいということがあったので、ええええ、でもやはりドキュメンタリーまあ1年間来るを拘束するというのは膨大なお金がかかる中で以前から NHK と NHK の あの前作もあの途中テレビドキュメンタリーもたくさん作っている中でまあ今回も NHK と共同制作なんですが NHK の社員のカメラマンというのを使うと NHK 側からのこう投資分ということでまあ1年間まあカメラマンそして機材などいろんなものがこう出るということを思いついて。 NHK の人、まあ、何百本も番組を見てこの人だという人を何年かかけて口説いてで一緒にやってもらうことになってなのでそういう状態で、まあまあ、音声さんはあのまあ拘束して1年間やったんですが、はい、そういう感じでなるべく経費を抑えつつ、まあ、必要に応じて必要であれば毎日小学校に行くという体制を1年間取るようにしました。なのでで私が監督であり ボットでもありリクにゃりがプロデューサーでもあり、まあ、編集も自分でやりつつ、まあ、チームがありつつ、ええ、なるべくそのコストやってる間のコストを抑えながら、ええ、NHK にあとカバーしてもらった中で、ええ、あと撮影後半には「東京ドックス」という、まあ、ドキュメンタリーの曲をピッチするところで。はい えっとまあベストピッチ賞をいただいたことをきっかけにインドのそういう同じ企画ドキュメンタリーピッチをしたりまあホットドッグスというまあ世界で一番いいと言われているドキュメンタリーのピッチの場でしたこともあっていろんなこうオファーがあの共同制作のオファーが結果あのフィンランドとフランスとあの撮影中からまあ編集中の段階で共同制作になったのでまあそこからまたいろいろ。 あの音楽家は作曲家はフィンランドの方であったりとか、えー、フランスからもまあいずれフランスとフィンランドのテレビでやるということを条件にこう投資いただいて、えー、まあなんとかこうお金をかき集めて、えー、あとあの短編版をニューヨーク・タイムズとやるとかそういうふうにしてこういろんな興味いただいた方々にまあバージョニングもあるんですが、えー、そういうふうにしてまあこのまあ 映画企画企を成立させる、まあ、NHK にも国内版としてもっと短いバージョンを納品するのが条件なのでそれはやりつつ、まあ、映画版は私たちがやりたいように日本でも海外でもできていくというようなそういうスキームを作ってやりましたああの今の NHK の話でそれあのそれは問題ないんですねそういうバージョンを2つ作って、まあ、1つは NHK でまあ放映してであとはまあ自分たちがまあ公開するということは。あの 問題ななくででできたとというううことなんでしょうかそうですね私の以前、えー、前の作品甲子園というフィールド・オブ・ドリームスという日本の高校野球を取った際も似たような<あ>もちろん映画監督として理想は1本の映画を1本だけ作って出すことかもしれませんがそいろんなバージョニング、まあ 今回例えば700時間撮影した中でそれぞれのパートナーに合うバージョンを作ることでまあ自分の一番やりたい映画が作れるのであればまあいろんなそのお金集めする時って結局どこか妥協というかしないといけない中でまあ全然いいですしなんか長さとかバージョンによってち届くオーディエンスが違ったりとかで結局全てにおいて自分が納得できるものをできるとまあ信じてそういうふうなスキームでやってます、えー。まあ、あのテレビの場合にいいわゆる枠というか あの放映枠とかがあるんでやっぱり何分にしなきゃいけないとかいうのがやはりあるわけですか NHK のバージョンはまだ、取って出しというかあのとまだコロナ禍だったまあコロナ禍の小学校というところを焦点に置いてまあ映画はそれから背景にありながらテーマはちょっと違うと思うんですが、ええ。 まあそういう中であの映画まあ登場人物とか同じ被ってる時もありますが、えー、まあ別物として、えー、あの映画をまあ映画をやるためのそういういろんな放送とかバージョニングというふうに考えてます。あ、はい、あともう一つ今のねホットドックスとかまあ東京ドックスとかそういうドキュメンタリーのいわゆるこうまあマーケットというかですねあのあのがあのいろんなところに世界に あるんですけど、まあ、これはなかなか劇映画でももちろんありますけどなかなか劇映画の制作中にそれを回るというようなことはないというか、まあ、大体同じ映画というのは、まあ、場合によっては春夏秋冬撮ったりしますけど普通は何回月かでまとめて撮ったりするんで,で,きないんでドキュメンタリーの場合はそうやってこう撮りながらなんかこういろんなところから集めるということが可能だということなんでしょうか編集がら終わってからですか 撮ってる最中に東京ドックスがありあまあそのだから結局その映画も全て資金が集まるまで待つというのはまあ私の場合はドキュメンタリーの場合難しくてまいずれ編集終わる頃には集まるだろう出す頃には集まるだろうというまあ撮影できるぐらいの目処がついたらそしてまた編集中にその素材をちょっと見せることでまあ編集に必要な資金を集めるという段階があるのでまあドキュメンタリーによってはその編集のお金がないっていってストップする時もあると思うんですけど私たちももうなるべくまあ他の仕事 えっととこで家族でというか夫婦で稼いだものをまあ何年かに一度やるあの長編作品にこう入れ込めるようにある意味 NHK からいただいた制作品もまあ自分たちの給料とかまで全然いかないんですがまあ取れるまあ、えー。えーあ 出費の部分で何とかそれをまあリスクヘッジというかカバーするぐらいのものがもういけそうだ,いけそうだったらやるというかもうその年にやっと、ね、年何年か越しにできるってなる時点でお金がやっぱり止めるわけにはいかないので,で、ね、なんとか、はいあの,他の仕事もしながらこの映画を1年間のあのいわゆる劇映画の場合にももちろんあのと時によってはあのとりあえずあの撮影に必要なお金だけが集まったのでもう撮って。 あとポストプロダクションのお金はその後で集めようという作り方もできないことはないんですだいたいそうすると出資者がまあ不安に思って、ですねいやこの間で本に完成するのとお金あ、あのポストプロのお金集まったらどうするんだということで、やっぱりこう全部見えないとなかなかこう入れないということがまあよくあるんですが、ドキュメンタリーの場合は,は NHK 等にしても、集めながらやるということに関しては特に問題はなかったということなんでしょうか、ね。あとまあえー 自自分自身多分身多私を知っている人は、まあ、この映画を完成させないわけがないというか、ええ、<laughs> そういうふうにも信頼していただいた上で、ええええはいろいろ、もちろんあの終わらせないというのはあるのでそうですね,あですねあのやっぱりあの全部分かってからよいどんって撮るドキュメンタリーってなかなかないと思うのでやっぱり、まあ、同時並行でいずれなんとかなるだろうということを信じてとていうのが。 冒険的な部分ですけど、はい、ね、そういうふうに取り組んでます。はい、ありがとうございます。はい、それでは澤監督に、えっ、ー、と、この家族という作品について、あの、お聞きしたいと思います。えっ、ー、と、これは、あの、えっ、ー、と、どういう、あの、えっ、ー、と、あ、もともと、これは、あの、あれですね、あれ、えっ、ー、と、こ、コミックですか、ね。原作があって、あるものです。えー、はい。それは、あの、あの、澤さんが、まあ、それを読んで、ぜひ映画化したい,とい。それとも、あるいは、何かオファーがあったということなんでしょうか。 原作を自分で持ってきて、えっえと脚本を書いて、えっ、ー、と映画化したというところですかね。あはい。それとあの澤さんのバックグラウンドもちょっとあのご存知のあのね、あの,の,あの,あの監督も今回第一作なんでしょうが、あのそれまでえっと衣装デザイン、衣装デザインであったり、キャラクターのデザインであったりで、<っ>あのまあ人物の造形を、はい、えっと映画に対して作っていく仕事です。<ー>仕事してきました、はい、15年ほど。ああそうですか。 でそこでの仕事を続けるというのは初めてこう監督しようというそのモチベーションというのはキャラクターの設計していく時に、まあえー、私の世代だとあとあと原作漫画を実写化するような映画が多かったので、えーまあ、そこでこうプロット上で人物を全部の人物を追いかけないようなプロットが数多く多分存在していて、えー、そこの隙間を埋めるためにあのその現実的に人物を落としていく作業を。 するる上で設計が必要になるコンセプトを立てる必要があってはい、はい、そういったことをやっていくと、まあ、映画1本分それぞれの人物を生かすって作業があのプリプロダクションの段階で行われていく、えー、でそこから、まあ、表面的な部分衣装ヘアメイク造形部分をデザインしていくって作業をしていたので、まあえー、そういったことがずっと続いていくと、まあ、映画を1本考えていることと同じようなことになってくるっていうところで、えーまあ、そろそろ映画撮りたいなというところが。えー 徐々に大きくなっていって映画を撮ろうかなというところにあそ,です、ね、それはあのこの企画始めたのは何年ぐらい前の話なんでしょうか4年前、2019年じゃあコロナの前というところです、ね、そうですね、ちょうどその直前といいますか、あそうでのかまの資金調達というか政策に関してはどのような形で集められたんでしょうか。うーん それ以前にあの2018年の頃から写真の作品の発表を始めていてそれも写真作品としてで展覧会を行っていてそこに今回のプロデューサーの二人もあの見に来てくれていたりして私がその写真の作品で取り扱っているテーマを理解してくれた上で、までそういった流れがあってまあそれで仕事でも会うこともあって。えー 脚本を渡して、原作あるもの、原作ないもの、いくつかこう企画を渡してそこからプロデューサーの方が映画を撮るために動いてくれたということになります、ええ、あそうですかでで、まあ、そこのプロデューサーが決まってからはあのそのプロデューサーの方がこういろんな出社を募ったりという形で,でそうです、うん、そうなりってますかね。はいええ 結構、ねあの、初監督作にすごく豪華な、まあ、小栗旬さん、永瀬さん、吉澤さんというすごい豪華キャストなんですがこれは澤さんの今までの仕事のつながりだったのですそれを普通になんかキャスティングして集まったとということなんでしょうかあ私から脚本を渡ししてお願いした人もいますしああプロデューサーの方でこういったキャスティングでし、ええ、あのやってみたらいいのではないかということもありましたし。ええ ということですかね。あ,あ、はい、じゃあ、特にあの俳優の方々と個人的に知り合いったということはではないんですか。まあ大皆さんどこかで多くの人が一度は仕事していたり、ええ、会っていたり、もちろん私のキャリアのあの作品名を出せばこの作品のこういうことをやってた人だったとか伝わる関係ではあったかなと思います。ああそうですか。わか,、うん、かりました。うんはい、あのちょ僕あ、ね、あのあれあえっと上映があ明日でしたっけ？明日あれあ？明日だっけ？ ああ、した三十日です。三十日ですね。はい。あの三十、あのう、キを、あの司会させていただきまして、またその時に。また、いろいろ、いろいろ、お話を聞かせますので。ありがとうございま,、えー、います。はい。はい。それでは、あの戸田監督に、お話を聞きます。あの戸田監督、あのう、さっき、あのご自分で言われたように、演劇をやってらっしゃったということ。なんですが、そこから、この映画に、化に至るまでの、こう、経緯というの、ちょっとお聞きます。えっと、ね、大学が演劇の学。 カ出身なんですけど映画が好きなのもあって、えー、自主映画をずっと撮ってまして皆さん苦労してると思うんですけどやっぱり映画を一本撮っていくっていう資金の調達とかって結構厳しいというのがある中で、えー、その演劇,劇団を始めたのが2015年頃なんですけど、はい、その始めた理由的にもオリジナルの企画をストックしていける。 ためにも、ええ、あの脚本を書いていってストックしていくだけじゃなくて、まあ、作品として1個紹介していった方がいいのかなっていうのがあって、はい、その1本目の旗揚げでやったのがこの「いちこ」っていう映画になった戯曲なんですけど、はいまあ、運よくその作品が脚本賞をいただくことができて、ええ、でその時においおいこの「いちこ」のプロデューサーをになっていただいた方が見に来ていただいてて、ええ、舞台を。でそのの舞台のことも気に入って てくれてたんですけど、ええ、まあそこから実際にこれを映画化しましょうって話になるのは4年後ぐらいなんですけど、ああはい。でも行きさつとしてはそういう流れですかね、はい。じゃあ元々はまあこれもまあ舞台でやりたいというよりもやっぱり映画でもやりたいということで<あ>。とでね、いや、そんなそうんそこまでは思ってはなかったですけど、ええ、ああなんか企画ありますかとか聞かれることもも,もちろんありあったりするときに。ええ まあ紙面だけじゃなくて一応原作としてまあ本もまあ戯曲ですけど本もあるとか、ええ、まあ舞台ですけど映像としても残っているとか、ええ、そういう方が具体的なものを伝えやすいかなっていうのもあったりとか,あ,あ,かあとまあお客さんも見に来ていただいたりした時にまあクリエイティブを続けている人間として、ええ、居続けるという意味でも現場の刺激がいるという意味でもまあその劇団というのを始めたというのはあります。 判断するはじ、まあ、僕個人的にはあの見てるときに全然あの舞台の映画化というあの感覚は全然なくてもともとすごくこう映画的な形でまあ時勢もいろいろ行ったり来たりするしあとでか舞台の映画化というのを聞いてちょっと逆に意外に思ったというところはあったんですけどそれはあの舞台でやったバージョンとこう映画のバージョンというのは何か大きな違いはあるんでしょうか 物語のストーリーとしてはまほぼほぼ全部一緒なんですけどその映画化するにあたって舞台でやってた表現方法ではできないことが多いのでそれをどう映像としてまあ変換できるかというのは考えて書き,書き直していったというところがあるのでそうですね、だいぶ違う作品としては違うものに見えている気がします。そうですね まあ、じゃあそのとにかくそのプロデューサーの方が見てでそれでこれをやろうということになっらあとあとっていうのは、まあ、あとそのプロデューサーの人がこういろんな出資を集めたりとかいう形ででできたとといいうことですかねはいえー、そのプロデューサーが、まあ、新人の監督と仕事をしていこうというプロジェクトをちょうど立てようとされていた時で、えー、そで,でその時に、まあそに舞台、初演を見てくれた時からつながっている方で,、えー、でその一緒に何かやらないかって声をかけてくれた時にまに、あ、いくつか企画を出したんですけど。えー まあこの舞台を見本あのプロデューサーも見てるっていうのもあってこの本を映画化の方向で動こうっていうのは言っていただいてああそこか,からシナリオを書いて予算に関してはそうですねプロデューサーが委員会を組みますって言って動いていってくれた感じでした。ええ あれそこが、ねまあ、プロデューサーの方にお聞きしたらいいかもしれないですけどあの普通、委員会がは集まるといろいろ問題が起きるというかこんなものは当たらないんじゃないかとか言われそうな要素がたくさんある企画では決してこう、ね、見ていてこう楽しい話ではないしいろんなこう社会的な問題というのがかなりあの描かれていると思ってそういうことの委員会からの。 あの、あ、まあ、圧力というと変ですけど、なんかプレッシャーとか、そういうものなく、もう自分の取りたいように取れたということでしょうか。えっと、そのプロデューサーの方が、と、えっと、出資会社みたいなのもやられてて。いうもう少し本当は小規模の予算間で、もし集まらなかったても、一社で。出しますっていうようなニュアンスはあったんです。で。そのまま制作の方に行っていて、いいまあ、運良く鈴木崎花さんが主演を。 やっっってていいたただけるっていうににな時規模をちょっと大きくしていこう<ー>ってなったんだと思うんですけど<ー>で配給にハピネットさんが入っていただいたんですけど、えー、もう本当にイン,のイ,インする10日前ぐらいに僕は初めてお会いしたというもうかなりインの直前ぐらいの準備段階だったっていうのもあって。そういういい脚ののみたいなのは、えー あの自粛してくださったのか、あまりなく、そのまま委員していったという感じでしたあ,で、ね、あるいはね、あのプロデューサーの方がそういう理解のある出身、ね、者の人たちをこう集めたというところかもしれないですね。はい、えーはい、分かりました、えーっと はいえー、それでは以上で終わります。どううもありがと皆さんあり,ありがとうございましたどうもどうも